おはようございます。こんにちは、こんばんは。文化人員放送局スタッフ T です。いつも文化人員放送局をご覧いただきありがとうございます。本日も文化人スタッフ厳選注目22時半のニュースをお届けします。本日は野党関連、外国、外国人でね、外交関連、自民党関連などをご紹介したいと思います。ぜひ最後までご覧ください。これはやばいと思った方は高評価を。この情報もあるよって方はコメント欄で教えていただけると幸いです。 本日もルールが厳しくなっている都合上、インゴを使わせていただきます。何とぞご了承ください。それでは、ざっと紹介させていただきますが、まずはこちら。給与返上問題で不信任案、一票差で否決された静岡川勝知事、人様に迷惑かければ辞職するというふうな話をされたようです。今度間違うようなことをして、人様に迷惑をかければ辞職するというふうなことがあったようなんですね。 で、給与返上してこなかったことについて知事は、議会の一部が厳しく実行できないと思ったと釈明した上で、今議会で話題に出るとは夢にも思わなかったと述べ、返上に本意した経緯を説明した。本意ですよね。知事は、不信任案を極めて重く受け止めている。不適切言動があった場合は辞めると決意を示したということなんですけども。ねまあ、このようにですね。 え、産経新聞の方でもコミュニケーションを取っていくというふうなことはですね。今後、会、議会の各会派ともコミュニケーションを取っていくとともに、9月から本格化する、熱海土石流被災者住民の生活再建や、リニア中央新幹線の建設問題に注力していくと、こういう発言もあったようなんですね。いや、本当に、もうね、もう呆れ変わりますね。 で、こちら。こちらの件なんですけども、札幌すすきののホテルで首切断事件。札幌市の田村容疑者29歳と父親で医師の田村治さんですかね。容疑者の両容疑者の自宅から人間の頭部が見つかるというふうなことなんですね。この方のについていろんな情報が出てきておりまして、 医療救助の会、北海道学習会、精神医学と人権、過去、現在、未来というふうな、そういう見出しみたいなんですけども、首切断事件で逮捕された田村容疑者は、こちらの病院の精神会で、憲法救助の会でも人権侵害や指定監禁、ホロスコ、ホロコーストについても、講師を務める、ネットの反応、共産党員というふうに言われてるんですね。で、他にも、 こちら、29歳女と医師の父親に続き、60歳母親も逮捕。すすきののホテル殺人事件。で、えー、田村容疑者は、日本共産党に8万6000円寄付というふうなことも出てきているようなんですね。で、松崎太郎さんが、すすきのでの殺人事件の容疑者と日本共産党がつながりました。北海道戦艦が令和2年11月27日に公表した支報告書によれば、逮捕された田村医師が、日本共産党札幌 東地区委員会に8万6千円を寄付しています。党員である可能性も高く、共産党の説明が求められますということなんですね。まあ、可能性ですけども。ね、で、こちら、すすきの首。えーまあ、どこで本とかわかんないんですけども、逮捕された方。共産党とのい強いつながりのある医師の田村容疑者。祝、玉城デニーってことで急遽アップします。田村容疑者の YouTube チャンネルが発見される。 ということなんですねはい。いやー、すごいですね。これは事実であればですけども、ちょっと見ておきましょうか。こちらではないか。ちょっと見えないですね。こちら YouTube チャンネルではないかということなって言われているようですね。あー、ちょっと、 共産党とのつながりが、ね、事実であればですけども、見えてきているかもしれませんね。可能性が高いというふうなことが言われてるようですね。いや、この猟奇的な事件っていうか、それでまた、ね、昔もそういう事件あったと思うんですけども、共産党関係の方が、またこういうつながりでしょうか。いや、身の毛のよだつ思いですね。でこちら。 カラタさんですが、一発逆転狙って拉致問題に首を突っ込んできた岸田首相、二人の神戸出身男性プラスアルファで、あとは合同調査委員を作り、表面上の決着をつけ、巨額支援と。だがこの方式では他の拉致被害者の命が危ぶまれるため、安倍菅時代は相手にしなかった。だがこれに飛びつく可能性が、文化人法制学で議論ということで、こちらの動画も上がってますので、ぜひご覧いただけたらと思います。そしてこちら、今井通さんです。 C 国の処理水濃度はさらに高い。東電の ALPS 処理水放出計画に対する C 国の反発について、自民党もて幹事長、C 国には科学的根拠に基づいた議論を行うように強く求めたい。実際に C 国で放出されている処理水の濃度がさらに高いというのも事実であるというふうに、シェイシェイもてと言われて、えー、なんか真鍮というふうに言われているのに、 今回はここのよううな発言をされたということいでこれれは評価するされるべきですね。でかまあ当たり前のことをおっしゃっているだけだと思うんですけどもねでこちらこれちょっとびっくりしたんですが外国人の訪問介護を検討技能実習や特定技能の制度厚労省の検討会と TBS の記事です介護の人材が不足することが見込まれる中外国人の技能実習などでは認められていない訪問介護を解禁するかどうか 厚生労働省の検討会で初会合が開かれ議論が始まりましたということで、なんかどんどん移民政策の方に進んでる気がしてなりませんね。で、高橋さんのついてですけども、青木率の推移、まだ余裕があるが8月の数字がどうなるのかなとおっしゃってまして、ここが青木率の推移で、岸田氏はまだ余裕があるということなんですね。で、8月はどうなるのかとおっしゃってるということで、注目ですね。他の方は、 危険水域入ってられますもんねで、こちら、秋人事、茂木氏の将軍商店、総裁選に並み岸田首相熟慮というふうなことが出てきている一方、こちら、新首相秘書官に財務省の超エリートが就任という大秘宝、岸田さんは増税に本気らしいというふうな現代ビジネスの記事も出てきておりました。財務省10年に1人の逸材を投入したということは、岸田さんは増税に本気ということだ。自民党中堅議員というふうに言われていますね。 かこれはもともと頭が切れる上に人当たりもいい、えー、こちらの方市松さんというんですかね、えー、財務省の中で10年に1人の逸材と言われてきたエリート改正高校出身ということで同じく改正出身の首相が後輩を抜擢したごひ益人事官邸関係者との見方もあるが差にあらずちょうどその周辺が勝ったのは市松氏の増税力だと増税力 労働、年金などを担当する職務を経た。後、医療や介護の予算を仕切る、死刑局、死刑官を務めた。社会保障分野のプロ中のプロ。加えて、税制の知識もある。特にその手腕を発揮したのが、岸田政権が打ち出した子ども子育て関連予算倍増計画の下絵を描いたこと。子育て関連の支出を倍にするというもので、結局財源が具体的でないため、批判も浴びたが、大胆な絵を描ける男と、 岸田政権内で評価を上げた全国紙政治部記者というふうに言われていますね。増税力ってすっごい、いや、本気らしいですね。いや、これはちょっととんでもないことになりましたね、またね。そしてこちら、ついに朝日新聞の方でも報じたんですね。キャラク長官の妻側、文春報道で人権救済申し立て、遺族は再捜査要求というふうに言われています。 木原官房副長官の妻の代理人弁護士は、週刊文春の報道で人権侵害が起こる可能性があるとして、発行元の文芸春秋を相手に、日本弁護士連合会に人権救済を申し立てたことを明らかにした。申し立ては21日付。対象となる週刊文春の報道は、まあ、例の皆さんご存知の通りですね。で、男性の父親らは20日、都内で記者会見し、警視庁に再捜査を求めたと。 このようにですね、木原氏は週刊文書のウェブ上の報道を受けて5日、事実無根の内容、私と私の家族に対する著しい人権侵害とするコメントを発表した。文藝春秋は24日取材に、日弁連からは今のところ連絡ありませんが、連絡が来た際には適正に対処しますと答えたということなんですね。ついにこの件が地上波にも出始めましたね。 でもちろん文化人のの方ででも取り上げています。す。カルタさんのツイートです文春と木原誠治氏との戦いは予断を許さないただ遺族の会見はなぜ文春が報じたのかの理由を明らかにしてくれた不可思議なありさまを気遣し,し世に問うた文春と官邸中枢にいる権力者が刑事国葬を宣言した今回の事態仮に文春に刑事罰が課されるならこの国は恐ろしいことになるとおっしゃっていて、えー、おっしゃっていますねそして 最後にこちら見ておきましょう。入閣してほしい人、上位に高市氏、小泉氏、河野氏ら世論調査というような記事です。毎日が、次期改造で入閣してほしい政治家を一人、自由記述形式で調査。トップは高市早苗氏、2位小泉進次郎氏、3位河野太郎氏、4位は小野田公氏。上位3人は、将来一緒になってほしい人ランキングの常連、タブーを恐れない小野田氏の4位も納得、次期総理にふさわしいのは高市氏というふうに唐田さんはおっしゃっていますね。 で、えー、毎日新聞がこのように報じていますね。うん。良いに小野田さんが入られたのは嬉しいですよね。はい。皆さんいかがでしょうかぜひ皆様のご意見などコメント欄だけたらと思います。というわけで、ここから先はメンバーシップとプレミアメンバーシップ両方の皆さん向けてのコンテンツとなります。ここから先は一般公開で扱いにくいな情報も扱いたいと思っております。次は動画欄からご視聴ください。芝生さんもここまでです。ありがとうございました。というわけで、これもたくさん紹介したいんですが、フリーです。 本日も22時から長尾さんお久しの Twitter 探偵団アカウが残っておりますのでぜひそちらもご覧いただけたら幸いでございますというわけで本日もありがとうございましたそれではまた追伸最後はやっぱり癒し系動画で終わりたいと思います本日はこちらおやつの袋を見ると慌てて出てくるワンコということで見てみましょう はいというわけで理解しようか <laughs> むちゃくちゃ慌ててましたね <laughs> はい私も慌てて出ていきますというわけで本日もありがとうございましたそれではまた